ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。わかってる。また後でな。橘不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。橘不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。橘不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて、お願い。わかりました。橘さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい。早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？
は気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの。あいつらマジかよ。キル、殺せ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。アウコン。Stay in the car, okay. Oh, oh God, die. Do I reload? Oh, there you go. Oh God. Reloading. Oh.Now, as mad as it is. Oh! No! Fuck you. Reloading. Uh oh, other side. Makoto, get your head down. Hello. Die, 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 die! I'm reloading, fuck. Not enough bullets. Yeah, I see you looking at me, motherfucker.I can't hit him, damn it! No! Ow! Bastard. Oh, I got him. Oh. So I need to reload, fuck. Uh-oh.Not good. No, no! Motherfucker! Die! No, wrong button. No, I've done it again. Oh, yes. Get buggered. Ah, ow.You. What? Are you mad? Huh?They've already shot, but never won. Quick time. Oh! Boom. Holy moly. Why am I going instantly into that? I don't know why. No, 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 no. Oh shit!Oh, come on! That's gone off the screen! Ah! Die! Helicopter of death! Holy moly!
しばらくここに隠れる。さあ、どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け、織田。彼女が不安がる。うせえ！それが何だ！私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ！何やってんだ、お前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか？痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分、あの人を知っています。え？やっぱ、気づいてたんだ。織田、動くな、キリュウ。動くなっつってんだ。何してんだ、お前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か、牧村さん。その杖は？世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、織田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら2人とも殺すってのか？立花と彼女を合わせられねえってのは何だ？意味がわからねえ、オーダー。どういうことなんだ？一から説明しろ、オーダー。わかったよ、話せ。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が
大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはねえ。それももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。は？
早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。ったく、どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。オーダー、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだったって。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。キリュウさん、織田さんは？頼む、今は何も言うな。ありがとうよ。キリュウ、どうせてめえはここで終わりだ。Oh, load of shit, it just happened now. Now I'm mad! Everyone's betraying me! Oh, you bastard. No, fuck it off! Fuck it off! Fuck's sake! Get off! There's so many! Die! ノーマークだ。I know you can do that. Take it.No! Get away! No! Oh god, took both of them down. Get up against them! Get away from her. Disgraceful!Holy crap! Ah! Oh, come on, are you for real?Oh my god! Ow! I think we use one of these. And then, like, no damage, great. Die!
Die! Ow! Frick. Oh, come on, I had him back! And look, I've got my weapon as well. Ow! Flipping Christ on a monkey bar! Uh-oh. Come here. Uh-oh. Woohoo! He's coming! Oh! Oh, great. Kiryu-san! Wait up there. As long as they don't get you, it's fine. Kaguya Iga. Oh no, I'm gonna sneeze. Oh god, sorry! I'm too busy fighting to worry about sneezing. Ikuze! Running around trying to hit me with this bloody thing. Oh crap, hello. Get out. Take this. Oh, there you are. He's coming. Oh god, he's right there! Get out of my face! Oh fucking Christ. Ow! Got him. Wrong style though, sorry. Get up. Get out of it. Oh, sorry.立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに。女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな、お前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。
兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れて、めったに感情を出さない。そう。私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前、私は10歳で、兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたは蒼天堀にいたのか。橘を探すために。うん、2年前、東京から家出して、蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは
俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。Wow, that was some crazy ass shit. But that's gonna be the end, so thanks for watching. Go away!